あでもここが結構割と最初の方にワイヤーを使って走ったシーンなんですけど実際速く走るのと映像で速く走って見える走り方って違うので普段の地面と違ってコンテナってこうボヨンボヨンボヨンってしてるんですよねだからすごくこう走るのが走ってるようでこう上に跳ねちゃうのでとても難しかったですワンよりかはちょっと走りやすいスニーカーにして 実際すごい動きやすくもう全然シーズン1より動きやすかったで <laughs> だからそこはいろいろ改善点をしっかりこうスタッフさん方と相談した上で臨めたっていうのはシーズン2だからこそできることかなっていうふうに思うんですけど。